はい、岡崎商店の岡崎です。皆様こんばんは。今回はね、お店をね始めて10年経ちますけど、まあ、10年前からずっとねお店を支え続けてくれてるブランド、フランクリーダーっていうドイツのブランドなんですけど、そのブランド の、 あの定番アイテム、繰り返しねリリースされてるベッドリネンシャツっていうシャツをご紹介しようと思いますので、よろしくお願いします。でね、いきなりフランクリーダーのベッドリネンシャツみたいな、こう横文字いっぱい言われてもわからんわみたいな方もやっぱ多いと思うので、まずそのフランクリーダーってどんなブランドですかっていうことをちょっと説明していこうと思うんですけどね。フランクリーダーってその、デザイナーがフランクリーダーっていうお名前で、デザイナーの名前をそのままブランド名にしてるんですけど、まあドイツ人デザイナーさんで、ドイツの歴史とかね文化っていうのをデザインソースにして、基本的にその天然素材を使ったコレクションで、まあ中には本当に古いヴィンテージ生地があったりとか、アイテムごとにね素材感っていう、素材が本当に最大の魅力だと思うんですけど、長く寄り添っていけるようなものをメインにコレクションしているブランドですね、分かりやすく言うと。でデザイナーさん自身は1974年生まれで、ま、簡単なそのプロフィールみたいなのはこちらに載せておくので、興味ある方はね確認していただきたいんですけど、世界中のね洋服の服飾の学校っていうんですかね、中で超有名な3つ学校があるんですけど、その中の1つ、ロンドンのねセントマーチンズっていう学校を卒業されてて、でその卒業する際にその学生が行うべき課題として、まあ、その卒業コレクションみたいなのがあるんですよ。でその卒業コレクションで、まあ、かの有名なねアレクサンダー・マックインがもう大絶賛したっていう、そのエピソードがかなり有名で、まあ、そこから本当に一流デザイナーさんとしてね一躍有名になっていくんですけど、作ってるものとしては本当さっきも言いましたけどね、かなり職人かたぎというかね、まあ、一時本当パリコレクションも出てたんですけど、コレクションを出していくとやっぱ時間に追われていくようになるじゃないですか。だからなんかデザイナーさん本人も言ってたんですけど、その時間に追われることなく自分がやりたいことをクリエーションするっていう、本当に職人かたぎなデザイナーさんですね、だからそこがもう僕が大好きなところなんですけど、でねそんなデザイナーさんが作る、数々いろんなアイテムあるんですけどね、その中で定番もうずっと作り続けてるのがジャーマンレザーっていう、まあ、これまたタイミングでお話ししますけど、まあ、カッチカチのね素材を使ったジャケットとかパンツとかあるんですよ。ジャーマンレザーっていうシリーズと、まあ、このベッドリネンっていうのが、まあ、定番で、まあ、真骨頂ですよね。フランクリーダーといえばっていうアイテムになってます。で現在ねシャツから始まって、ベッドリネンのシリーズは、まあ、ここにもあるんですけど、このコートがあったり、まあ、ジャケットがあったり、まあ、シャツでもこう襟付きがあったり、こういう僕が着てるスタンドカラーがあったりとか、まあ、そのシーズンごとにこうスペシャルカラーが出たり、パンツがあったり、洋服全般ほぼほぼのアイテムでベッドリネンシリーズっていうのはリリースされています。今回僕が紹介するこの今僕が着てるやつなんですけど、襟、まあ、こういった襟がないもの、立ち襟のオールドスタイルって言われる、ちょっと着丈が長くてちょっと身幅もゆったりしたシルエットのものを、うちは本当にずっとねやり続けてるんですけど、まずこのシャツのね魅力っていうのをこれからちょっといろいろ話していこうと思うんですけど、まずね最大の魅力はやっぱこの素材です。やっぱ1960年、まあ今から60年70年前ぐらいの素材ですよね。これもベッドリネンって、リネンってついてますけど、もともとはベッドシーツに使われてたコットン素材で、かなりね新品の状態だと張りと腰が結構強い、こうパリッとしたイメージのシャツなんですよ。でやっぱシーズンごとに古いものなんで、ばらつきなんかあるんですけど、基本的に結構張りが強いで、それを着ていけばいくほどすっごいちょっとずつなんですけど体に馴染んで柔らかくなっていくんですよ。でプラス洗濯するじゃないですか、当然。で洗濯重ねていくと、こういうナチュラルからどん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 白に近づいていくんですよ。まあその色が抜けていくんですよね。でそういう様が、まあ、デニムパンツ育てるみたいなのってあるじゃないですか、まあ、それに結構近くて、ただただシンプルなシャツなんだけど、
育てていける楽しみだったりとか、着用回数に比例してなんか自分のものになっていく感じっていうのをもう十分にこう堪能できるシャツですね。最大の魅力はでプラスやっぱそのさっきもちらっと言いましたけど、どんなものにも合うんですよ結構。例えばまあこれ今着てますけど、パンツの太さもワイドからスリムまで結構幅広く着れるし、この上からコートとかカーディガンとかねニット着てもいいし、まあ前開けて羽織として春先とかね 夏なんかも使えますし、プラスパンツにタックインしてベストなんか着てもいいし、だから本当どんなスタイルでもハマってくれて、その1枚でね結構やっぱこう素材のね存在感っていうのが強いので、もう1枚でも様になる本当に便利なシャツなんですよ。プラス結構うちのお客さんもちょいちょいいらっしゃるんですけど、男性の方でも女性の方でも本当に使いやすいです。なのでなんかねちょっといつもと違ったシャツとか、なんか1枚でなんか主役になれるようなシャツが欲しいって方は、まあ春にもなってきますしね、ちょっとご検討いただいてもいいんじゃないかなって思います。で、ここからはなぜ僕がまあいろいろ襟がついてたりついてなかったり着丈が短かったり長かったりね、いろんなさまざまな形がベッドリネンシリーズである中でこのスタンドカラーシャツ、オールドスタイルって言われる形のスタンドカラーシャツを選んでるのかっていう理由なんですけど、まずねこのスタンドカラーシャツってなぜ生まれたのっていうのって結構ね諸説いろいろあって、まあ、100% この答えですみたいなのがはっきり分かってないんですよ。僕もいろいろ調べたんですけど、例えばねそのノルマンディ地方の貴族がその洋服を補強したり防寒のためにこういう形を作ったんだって言ってる方もいたら、アジアの遊牧民族が着てたその民族衣装から着てるんだとかっていろいろあるんですけど、なんか僕が一番濃厚なんじゃないかなって個人的に思ってるのは、18世紀からとか19世紀ってまでのヨーロッパの人たちってこのねこういう形の上からデタッチャブルって言って、こう襟がね襟をつけてその襟だけ取り外しができるようなものを結構好んで着てたんですよ、そのヨーロッパの貴族階級の人たちね。でなんでかっていうと、やっぱりその 100% この答えですっていうのは言い切れない部分はあるんですけど、水不足っていうこともあってお風呂になかなか入れないっていうのがあったりとか、その汚れを気にしてとかね、まあそういうの、まあその紳士のたしなみとかいろいろあるじゃないですか。そういうので、まあ、襟をねこう取り外しができるようにしてたんですよ。プレスのかかったびっちりした襟みたいなのをつけるのはやっぱり紳士のたしなみだったんじゃないかなと思うんですよ。で当時のそのヨーロッパの貴族階級以外の人たちってそんなに洋服買えないからどうしてたのっていうと、やっぱ家で作ったりとか、例えばそういう貴族の人たちが着てたものが蚤の市みたいな状態でこう流れて売られてるんですよ。でそれを着て、もともと生地上質なものじゃないですか、貴族の人たちが着てるものって。だからそれを買って安く買ってね、子供や孫までずっと着続けるとかっていう文化があって、だからなんかその流れでこう襟は取り外しができるじゃないですか。だからこの状態でその庶民に流れていって、そこで普及していったんじゃないかなって個人的には思ってて、なんかそういう話がなんかこう歴史とかを考えても自然な理由なんじゃないかなと思ってて、やっぱその襟がないことでカジュアルというか、こう例えばこのシャツの中に襟付きの薄いシャツ着ても成立するし、さっきも言いましたけどなんか羽織として使っていただくっていう結構汎用性が高いっていうかね、何も考えずに着やすいっていうのも一つなんですけど、さっき言ったねその歴史とかの文脈からしても、なんかその庶民が作って広めた形とかっていうのって個人的にはすごいグッとくるポイントなんですよ。だからそういう意味でなんかガンガン使える、あんまり気を使わずにガンガン使えるっていう、その歴史の物語とかも含めて僕がやっぱ大好きなんですよねこの形でね。なぜこのタイミングで、このシャツを紹介したかっていうことなんですけど、
なんか以前ねコメントで春先に着れるシャツのおすすめ教えてくださいみたいな、そんなそういう特集やってくださいみたいなコメントいただいたんですよ。コメントありがとうございます。シャツってあの冒頭でも言いましたけどめちゃめちゃ種類あるんですよ。でそれをこう両で見せるっていうかね、こんなタイプもあります、こういうタイプもあります、こういうタイプはこういうスタイルがいいんじゃないですかみたいなことをまずやる前に、あのどうしてもねやっぱ僕にとってシャツといえばベッドリネンぐらい本当にこう大好きなんで、なんかその撮影してくれてるね相方にあのもうシャツやるんだったらどうしてもこれやらせてくれっていうことをね結構熱弁しまして、であのベッドリネンシャツっていうことになったんですよ。確かになんかこう量、まあそのいろんなパターンであのいろんなシャツ持ってるとやっぱりかなり便利なんで、シャツ自体がねやっぱ羽織ってもいいし、まあ、インナーに着てもいいじゃないですか。なんかそういうパターンでいろんなタイプのシャツを紹介するっていうのは、まあ、後々やっていこうと思います。それと逆でね、なんかこうクローゼットに1個だけ、もうまあ1枚なんだけど、置いとくと安心感っていうか、なんかこう勝負っていうかおしゃれしたいとかデートしたいとか、まあ、そういう時になんか手に取ってしまう洋服ってあるじゃないですか。でシャツにおいて僕はこのアイテムが、まあ、それに該当するっていう感じで、まあ、皆さんにとってねあのやっぱお気に入りとか、いやまあ買ったけどそこまで着てないとかいろいろあると思うんですけど、こんな感じでね各カテゴリーでなんか一着でも本当に安心感をもらえるような大のお気に入りアイテムっていうのを作っていく感覚で洋服を買っていくとね、結構トータルバランスが取れたクローゼットになったりするので、なんか少しだけ意識して洋服を買うときにね物を選んでいただいてもいいんじゃないかなって思ったりします。はい、まあ、そんなわけでね、まあ、すっごいこうかなりはしょって説明しちゃいましたけど、ベッドリネンについては過去のブログとかその文章コンテストノートなんかでも結構テキストとして残しているので、もし気になったら読んでいただけたらと思います。で、まあ、のそのノート以外にもホームページとかインスタグラム、まあ、ラジオポッドキャストなんかでも洋服についてあれこれ喋ってるんで、全てね概要欄に載せておくのでまとめてチェックしていただけたら嬉しいです。で、この岡崎商店なんですけど毎週金曜日の19時から、配信しています。で、まあ、編集の都合でね多少前後はするんですけど、まあ、19時台に上げれるようにこれからも引き続き頑張りますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。はい、でね、まあ、これ完全余談なんですけど、2月1日ね、これ収録してるの2月1日なんですけど、僕がやってるお店スロー&ステディが、ま、本当に、ま、丸10年なんですよ。で、この YouTube 自体はね始めたすぐですけど、10年経ってみて改めてねこう来てくださってる皆様とか、まあ、支えてくれるメーカーさんとか本当に感謝しかないので、まあ、この場を借りてお礼言わせてください。本当にいつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。てなわけで来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。行きますよ。はい。一回来てください。まあね。